さっきはごめんなさい。私、途中で行ってしまって。でも、ちょっと失礼だったかなって、ローレンスさんに対しても。もうダメですよ、そういうこと言ったら。本当に。ん？な。
とっても心配ね。それは。変わらないじゃないのよ。私はもっとちゃんとした情報が欲しい。え？やだ。私そんなこと言ったかしら。あ、シエラさん。こんにちは、シエラさん。アスさんもこんにちは。こんにちは。みんな、今だったら暇は取れるの？はい、バッチリですよ。食堂でお茶でも飲みましょう。え？どうしました？アスさん。以前街中でシエラさんを紹介してもらってからですよ。待っているほど大した用事があるわけではなかったから、近くまで来たからついでにちょっと寄ったっていうだけよ。その間に他の騎士の方々と仲良くなってしまいましたよね。アスさん、焼けます？もう速攻で否定しないでよ。傷つくでしょ。だからそう言うなって。あんたは何度言ったら。まあまあ。ほらシエラさん、いつまで立ち話もなんですから、食堂に移動しません？ええ、そうね。アスは何か用でもあるの？残念ですね。あ、でもお暇になったらぜひ来てくださいね。ありがとう。
ともと大した怪我ではなかったから。バカ見るな。そうなのか。ごめん、バカだなんて言ってしまって。ところで、どうして私を探していたんだ。何か用でも。ああ、そうか。私としたことがつい舞い上がってしまって。いや、なんだろう。自分でもよくわからない。じゃあ、私は神殿の前で待っている。なるべく早く来るようにな。ああ、神帝であられるリシエラ様が私たちにお礼を言いたいとのことだ。命を助けてくれたお礼を、それと私たちの無事を確かめたいそうだ。ちょっと待って、身だしなみを整えてからだ。しているだろう。マントは破れているし、よくよく見れば鎧にはひびが入っている。あ、そうか、全部あの神殿の時の。とりあえずマントは取った方がいいだろう。そのままではあんまりだ。私が預かっても構わないか。私が繕っておく。でもそれでは悪い。私のために破いたものなのだから。そうだ、じゃなければ新しいマントを買ってこようか。当然だ。普通騎士たるものは裁縫くらいできる。料理は？裁縫と料理もろくにできないでいて、野営の時どうするつもりだ。自分のことは全て自分でしなければならないんだぞ。自分でやらないで一体誰がやってくれるんだ。戦場にいつもメイドがいるわけでもなし。とにかく早く中に入ろう。待たせないうちに。ドゥドゥ。キョロキョロするな。この間とは場合が違うのだから。
神帝リシエラ。お会いしたかったです、アズ、クレア。私、あなた方のことがずっと心配で。貴様は一体誰に向かって話しているつもりだ。いいか、神族だぞ、神帝だぞ。つまりは神にも等しいお方なのだぞ、この方は。あの、お顔の色が少々変わってきましたが、大丈夫でしょうか。お気になさらず。このようなこと、あなた様がお気に留めるようなことではございません。でも、ここには今、私たちしかいないことですし、砕けてくださっても一向に構いませんよ。ですが。そうしてくださった方が嬉しいですし。はあ。それよりお元気そうな様子で何よりです。安心しました。ええ、ユリシアが守ってくれましたから。玉座に座っているのがもったいないくらいに。ご冗談を。どうしました？私の顔をじっと見つめて。女に年を聞くものではないですよ。でも、そうですね。私たち親族は数年で生体となってしまうので、もしかしたら私はあなたよりずっと年下なのかもしれませんよ。例えばです。あなたよりずっと年上なのかもしれませんしね。アス、クレア、私、あなた方に大事なお願いがあるのです。聞いていただけますか？